で、まあ愛というと何時、はい、隣人を愛せよとかって言うじゃないですか、はい、で内田達さん、はい、邪悪なものの沈め方を、はい、これがねもう超素晴らしい、うん、まあこの内田達さんが、はい、そのミッション系というんでしょうか、はい、まあ、そういうキリスト教系の大学の教授なものですから、はい、そこで多分何か言わないといけない挨拶を、うんうん、っていうところでこの本から紹介させていただくんですけど、はい、本学の学院標語の元になった聖書マタイ伝の聖句を入学式卒業式と合わせて16回拝読してきたがこれが最後と、はい、うんうん、ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まったと、うん、その中の一人立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中でどの掟が最も大切でしょうかとイエスは言われたと。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も大切な第一の掟である。第二の掟もこれと同じように大切である、はい、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、うん、立法全体と預言者はこの二つの掟に基づいていると、うん、で、はい、これがその現行の日本聖書刊行会の口語訳とこの内田達さんが読み上げた聖書の訳語は少し違っているようであるし、はい、うん、聖句もうろ覚えであるが、うん、まあ大体こんな感じであると、はい、要はこの2つの派閥の一べたを言い込められたと聞いて集まり、うん、でそのどの掟が最も大切ですかって聞いた時に、うん、まず神である主を愛する、はい、で第二に自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと、はい、でこれがこの愛心愛隣っていうんですかね、うん、愛する神愛する隣と書いて、うん、でこれが神戸女学院の学院標語であると、うん、神を愛し隣人を愛すと、うん、でこれが実に解釈の困難な聖句であると、うん、これはイエスのオリジナルではなくユダヤ教のラビたちによって古代から連綿と伝えられてきた、うん、苦笑というんですかね、口で受けたまわると書いて、うんうん、でこの自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいというこの聖句は、うん、普通私たちは自分を愛することは簡単だが、うんうん、隣の人を愛するのは難しい、うん、と解すると、うん、私たちは自分を愛する仕方は熟知しているが、うん、隣人を愛する仕方はよく知らない、うん、からこれが第二の掟なんだ、うん、って解釈してるけど、うん、それは本当かと、うん、私たちは自分を愛する方法を本当に知っているのかと、うんうんうん、例えばこのジャパン、はい、年間3万人を超える人が自殺をしていると、うんうんうん、彼らは自分を愛していると言えるのだろうか、うん、この家族の愛や友人からの信頼を失って、まあ、もしくは何なんでしょうね、うん、思うことはこんな私に生きている価値はない、うん、って判断して、うん、まあその何でしょう、自分を、退避する人がいたとすると、うん、はい、その場合このこんな私に生きる価値はないと判断した私と、うんうんうん、その私によって、処刑された私、うん、この2つの私のどっちが本当の私だと、うん、ほらほらもう急にわけのわからない、はい、まあ、それほど極端な例を取らなくても、うん、自己卑下や自己嫌悪は、うん、まあ、日常茶飯事であると、うん、でそもそも例えばまあ何て言うんでしょう、向上心、はい、まあ、綺麗な言葉ですよね、うん、向上心ですよ、うん、でもこの向上心っていう言葉自体が、うん、今の私では満足できない、はい、私自身をうまく愛せない、うん、っていうところに立脚してその事実から推力を得ているとは言えまいかと、うん、おっしゃる通りです
何を欲しがっとんのだと、うん、俺と。だからそのもしこの社会的上昇や他者からの敬意を努力目標にすることが万人にとって良いことであるっていうことが本当なら、私たちは隣人に対しても、お前はもっと自分のことを嫌いになれって推奨した方が論理的にはいいと。なぜなら自分のことが嫌いだって思えば、じゃあ頑張るっていうことになるでしょ。なのになんで我々は自分を愛するように隣人を愛せよというのかと。でその自分を愛するように隣人を愛せよっていうのは、自分を愛するのは簡単だけど、他の人を愛するのは難しいっていう意味だと思ってると、人から愛していると言われて、このままではいけないと生き方を改める人間はあまりいないと、でも人から嫌いって言われたら、よほど愚鈍な人間以外は少しは反省して生き方を変える機会を求めるだろうと、だからその隣人たちの向上心を湧き立たせて、努力に励み、ついには自分探しの旅に旅立てるように仕向けるためには、隣人に向かって、お前なんか嫌いだって言ってあげることは極めて有効なのであると、現に私たちは日々そうしている、気がついていないだけでと、だから周りを見渡しても自分を愛する仕方を自然に身につけている人は少ないと、それよりは権力や威信や財、知識や芸によって他人から承認され尊敬され畏怖されるという迂回的な仕方でしか自分を愛することができない人間の方がずっと多いと、だが他人から承認され尊敬され畏怖されるほどのリソースを所有している人間はごく少数に少ないと、だから結局この社会のほとんどの人間はうまく自分を愛することができないのいるのであると、ほらもう痛くないですか、体調は痛くないですよね、はい、どうやって自分のことを認めてますか。認めてる、認めてる、何て言うんだろう、自己ヒゲ、僕は得意なやつですね、自己ヒゲ、はい、どうせどうせ僕、僕は僕のことは好きなはずなんですけど、愛憎絡まってですね、この自己ヒゲ、北ちゃんも自己ヒゲもしないですよね。しないです。じゃあ君はそんなに素晴らしい人間か。素晴らしいとも思ってないです。このねフラットが難しいんですよ、素晴らしいって素晴らしくならなきゃいけないと思うからですよね、今の話。じゃ今の話で言うと、もうまさしく書いてあったのが、要は自分をすごいって思うためには、すごい、なんて言うんだろう、愛するためには、なんて言うんだろう、人から認められてないといけないっていう気持ちって分かんないです。分かんないです。あ、分かんないんだ。なんでだろう。人から愛され、だから嫌いって言われても、はい、じゃあ僕も嫌いってなるだけですもん。まあ、それはそうなんですけど、なんて言うんだろう、今だとこの SNS がこれだけ発達して、はい、評価型経済社会なんていう言葉も生まれ、はい、要はこのなんていうの、承認がお金になる時代ですよ。それは承認とお金は別のもんじゃないですか。ん？ YouTube とインスタって、それは、承認がお金になってません？別の話ですよねってことです。承認とお金が、はい、一緒になってると、あ、今の話は別、じゃあ承認とお金が別だったらどうですかって話じゃないですか。お金はザクザク入ってくる、承認は全くもらえない。ちょっと今話が取れたからやめよう。はい、ではなんていうの、愛する秘訣ってどうすると思って。で僕はだから愛せますよ、自分のことは。いや僕も好きですよ。でも自己卑下は止まらないんですよ。だからちょっと油断すると、ああもうダメだ、あかんあかんって。良くても悪くても愛せますもん。いや僕もなんていうんだろう、なんかダメな時に悲しい歌を聴きながら、なんか泣く俺かわいいみたいな愛し方はできるんですけど、なんていうんだろう、深く傷つく時ってあるじゃないですか。
自分で自分なんて言うんだろう、ダメだ俺どうしようって、なあんまりないです。もしかしたら、はい、でここに書いてあるのはね、うん、資本主義市場経済というのは、はい、私は貧乏だという自己評価の上に成立していると、うん、私が所有すべきであるにもかかわらず、うん、所有していないものへの欲望に焼かれることでしか消費行動がドライブされないと、うん、それはわかるんですよね。で同じように高度情報社会も、うん、格差社会も、うん、知識基盤社会も、うん、どれも私は、うん、今のままの私は愛せないという自己評価の上に成立している、うんうん、そこが分かんないですよね。僕ねこれはもうそうだよねって思うんですよ、うん、分からないってどういう意味で、分からないってどういう意味って、分からないって言ってる聞くのがおかしいんですけどその何か欲しいから手に入れるだけなんですよね。要は、うん、もう評価がスカウターになって出てる時代なんですよ今って、うん、でその評価が高いだけで、うん、あの人はすごいとなり、うん、要はこの評あ分かった出発点は評価されているっていう人は自分のことを愛せるよね、うん、だって評価されてるんだもん、うん、っていうところに立脚しているので、うん、この情報社会格差社会知識基盤社会っていうのも、うん、私は今のままの私は愛せないっていう自己評価の上に成立しているっていうのは、うん、他者の評価があれば評価できるけどっていう、そのあんまり他者の評価を気にしないというか、あお金は気にします。お金は大事、はい、お金は気にしたりとかこういう生活をしたいっていうのは気にするけど、はい、それが他者にすごいって思われたいからとかはあんまり気にしない。あそうですか、うん、からそこがこうリンクしてない感じなんで、ここはだから生きづらい問題でよく言うじゃないですか。僕の中の生きづらいは、はい、飯が食えない時、もう実際のリソース不足そうそうそう、リソースじゃなくて実際の、まあ、そう物資もう住む場所がないとか、何かこう苦痛を伴うとか。ごめんなさい、ちょっと声が大きかったですかね。下げたはずなんですけどね、申し訳ございません。はい、あこんばんは、申し訳ございません、いい、ね、ちょっと注意してたはずなんですけど近かったんです、はい、すいません。で要は私は私によって愛されるに足るほどの人間ではないという自己評価の低さによって、うん、私たちは競争に勝とうとして、うん、階層を這い上ろうとして、うん、リソースを、まあ、うまくいく人は溜め込むようになると、はい、で私たちが私たちを愛せないのは私たちのせいではなく、うん、社会的な仕組みがそうなっているから当然なのである、うん、とあって、はい、僕はもうそうだそうだってこの内田達る節に乗せられていくわけなんですね、うんうん、そうだよって。私たちの生きている時代は、はい、自分を愛することが極めて困難な時代だと。自分を愛することができない人間が自分を愛するように隣人を愛することができるだろうかと、はい、でこの内田達郎さんはそれは懐疑的であると、はい、マタイ伝の聖句には、主を愛すること、うん、私を愛すること、うん、隣人を愛することの3つのことが書かれていると、はい、でこの神戸女学院でした、うん、神戸女学院の学院標語は、はい、愛心愛倫、なので愛子、うんうん、自分については言及していないと、うん、それは愛子が自分を愛するっていうことができるほど容易な技であるからではなく、その言葉の根源的な意味において、うん、自分自身を愛している人間がこの世に存在しないことを古代の賢者は既に察知していたからではないかと私は考えると、うん、はい、なので、この内田達郎さんが卒業生のみんなに言う、はい、あの花向けとしてはですね、うん、人を愛すること自体は、はい、それは難しいことではない、うん、もう自分のことは置いといて、うん、人を愛することは難しいことではないと、うん、ただ愛し続けることは難しい、はい、四六時中一緒にいて、うん、その欠点を全部見せつけられて、それでも愛し続けることは極めて難しい、うん、が、
はい、努力によってそれも可能であると、うん、で、まあ、先週にも申し上げたんですけど、はい、そのように人を愛することがだいたい10人中7人くらいは愛することができるようになる、うん、人のことを好きになることができるようになると、うんうん、そこまでいくとようやくなんか自分を愛するっていう、はい、境地にたどり着けたんじゃないのっていうふうに書かれていて、うんうん、僕はなんかそうだねってごっくんできるんですけど、うん、はい、どう思われました？あんまりピンとは来ないですね。あ、そうですか。